皆さんおはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。日程第一、昨日に引き続き一般質問を行います。なお質問並びに答弁は会議則第54条第1項に基づき、発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたりまたはその範囲を超えないようお願いいたします。通告順6、相葉敦子議員の1、生活交通確保対策について、2、子どもの貧困についての質問を同時に許します。5番、相葉敦子議員。皆さんおはようございます。本日は定例会3日目となります。この12月1日からストレスチェック制度が50人以上の企業で義務付けられたことはご存知のことと思います。働く人の心の健康というところで、働く人自身でご自身の心の健康を守るための制度であります。この12月、仕事、忘年会、クリスマスにと皆さんご多忙のことと思いますので、ぜひこのストレスチェックは57項目ありますけれども、ご自身でチェックしていただいて、皆さんの心の健康を大事にしていただきたいというふうに思っております。で、この57項目はインターネットでもできますので、ぜひ皆さん、インターネットを通してしてみてはいかがでしょうか。では皆さんのストレッサーにならないような質問をさせていただきたいと思います。まず最初に1、生活交通確保対策について。高齢化が進む中、買い物、通院などの日常生活に不自由を感じておられるいわゆる生活弱者と呼ばれる方々が増える傾向にあります。そうした住民の方々が安心して日々の生活ができますよう、生活の足を確保することは多くの市町村でも重要な課題となっております。車社会になり、長与町でも少子高齢化が進む中で公共交通を利用される方は減り続け、限られたエリアを運行する既存の路線バスで住民のニーズに応えているのかという疑問があります。また高齢者ドライバーの交通事故が大きな問題となっております。高齢者ドライバーによる交通事故はここ10年間で、65歳以上ドライバーによる事故は 1.5 倍、75歳以上のドライバーによる事故が 2.2 倍と増え続けております。高齢者の方の免許証の自主返納の課題もあると考えます。ただ車に乗れなくなりますと、買い物、通院に困るということがありまして、いろいろ心配はあるんだけれども、車の運転は続けなければならないという話もよく伺っております。この生活の足を確保するシステムを検討すべきと思います。そこで長与町がどのように取り組んでおられるか質問いたします。1、生活交通確保の現状と課題をお伺いします。2、コミュニティバスについての長与町の考えをお伺いします。3、デマンド交通について長与町の考えを伺います。4、買い物弱者への対応についてお伺いします。5、高齢者の免許証返納への取り組みをお伺いします。大きな2番、子どもの貧困について。11月は児童虐待防止推進月間でありました。昨今の報道等にもありますように、子どもの貧困、家庭の貧困は現代社会においてさまざまな問題の要因となり、
虐待や非行、時には事件にまで発展することさえある社会問題となっております。今や6人に1人の子どもが貧困のもとで暮らしており、さらに深刻なことに、育児放棄も含む児童虐待の対応数は年間7万件に及んでおります。近年、家族と地域のつながりが希薄となり、核家族や一人親家庭などが増えている中で、子育てにかかる親御さんの負担は重くなっております。放課後の塾が当たり前になっておりますが、通塾できる子どもがいる一方、通塾もできず、家に帰っても誰もいないという子どもたちがいます。その状況下では、通塾できる子どもと、そうでない子どもの学力や学習環境、学習への意欲や自信等は大きく異なってきています。貧困の連鎖を断ち切り、適切な支援を行うことは、福祉的な側面とともに、有用な人材を育てていく未来への投資でもあります。そこで、長与町がどのように取り組んでいるか質問いたします。子どもの貧困対策の現状と課題は何かお伺いします。ひとり親家庭への支援の現状と課題をお伺いします。乳幼児期の支援についてお伺いします。小中学生の就学援助制度についてお伺いします。医療費助成の現状と課題をお伺いします。以上、質問いたします。吉田町長。改めまして、皆さんおはようございます。今日は一般質問2日目ということで、相葉議員のご質問にお答えさせていただきますけれども、ストレスに陥らないような再質問をぜひお願いしたいというふうに思っております。それでは2番目、4点目のご質問につきましてはですね、所管をしております教育委員会から回答させていただきます。私の方からはその他のご質問についてお答えをさせていただきます。まず1番目、1点目のご質問でございますが、近年、公共交通機関利用者数の減少から、地域の公共交通を取り巻く環境は、全国的に非常に厳しいものがあります。特に路線バスにおきましては、この傾向は顕著で、この6年間で全国で11,160km もの路線が廃止されたとのことでございます。幸い本庁におきましては、今のところこのような事態は発生をしておらず、バス事業者のご努力もあり、目立った減便、それから路線からの撤退、でこういったものは無縁な状況にありまして、恵まれた環境にあるのではないかなと思っております。また本年9月に国交省が全国の市町村ごとの公共交通の利用しやすさを地域公共交通サービスのアクセシビリティ仕様として取りまとめております。その目的は地域公共交通活性化策を検討するにあたり、状況を数値化をいたしまして、自分の町の相対的なポジショニングを把握する。そういうことが重要であるとの認識によるものでございます。それによりますと、路線バスについて、バス停への平均的な距離、また路線密度、平均運行間隔、平均運行本数のいずれもが全国平均や同規模団体平均を大きく上回っておりまして、バスにつきましては比較的利用しやすい環境にあることが示されております。しかし一方では、昨年9月に実施をいたしましたまちづくり町民意識調査によりますと、生活環境の充実度を尋ねた質問におきまして、公共交通は8項目中下から2番目に低い評価となっておりまして、買い物困難者対策を尋ねた別の質問でも、
コミュニティバスや乗り合いタクシーの導入が最も多く支持されたわけであります。今後高齢化が進展するにつけ、以前にも利用し得たバス、JR 等の利用が徐々に難しくなることが想定されます。またこれまでには要望に応える形でバス路線が新設されたにもかかわらずほとんど利用されていないという実態がございましたので、路線維持の観点から住民の皆様とともにですね、このバスの利用促進に、町としましても努める努力が必要ではないかというふうに思っております。次に2点目のコミュニティバスについての考え方でございます。本庁は前日のような路線バスの利便性に加え JR 路線を有しておりまして比較的恵まれた環境にあるということは先ほど申し上げましたとおりでございます。高齢化の進展や斜面化の問題、さらに町内各地区間の移動の困難さなども指摘されておりますので、新たな公共交通体系を構築する必要があるものとも考えております。 NK の花区画整理区域の人口増加による交通渋滞の変化等も踏まえ、まずはバス事業者と協議し、既存バス路線、ダイヤの改善での対応を図り、それを補完するものといたしまして、コミュニティバス等の導入を検討してまいりたいと考えております。続きまして3点目のデマンド交通についての考え方でございます。コミュニティバス等の運行形態といたしましては、あらかじめ定められたダイヤと、所定のバス停による路線バスのような運行形態を路線定期型交通、それと予約に応じて運行する形態をデマンド型交通と区分をしております。コミュニティバス等の運行形態は道路運送法による地域公共交通会議におきまして関係者による協議を経まして決定されることとなりますけれども、人口密度が高くコンパクトな本庁の特性を踏まえますと、路線定期型交通を基本として検討していくことが今のところ現実的であろうかと思っておりますけれども、引き続き両者とも検討してまいりたいというふうに思っております。次に4点目の買い物弱者への対応についてのご質問でございますけれども、2015年版高齢社会白書によりますと、全国で少子高齢化や加速化など社会環境情勢の変化によりまして、買い物に困難を感じておられる方々がおおよそ700万人程度と推計をされております。一方、本庁では昨年度実施をいたしましたまちづくり町民意識調査における生活環境の充実度に関する回答では、公共交通につきましては最も評価が低く、また買い物につきましては充実している、どちらかといえば充実していると充実していない、どちらかといえば充実していないの割合はほぼ半数半数と拮抗しております。若い世代にかけましては評価が比較的高く、年代が高くなるにつれまして評価が低い傾向にあるとの結果でございました。これまで本庁では買い物弱者対策といたしまして、商工会による買い物代行サービスを実施いたしましたけれども、ニーズが少なく廃止をいたしております。その後、大室湾漁協による移動販売が実施されましたけれども、これもまた平成26年12月に休止というような形になっております。現在ではどういうふうな状況かと申し上げますと、訪問介護事業所による家事援助、社会福祉協議会による在宅福祉サービス、長尾都立シルバー人材センターによる福祉家事援助サービス、それとスーパー、コンビニ、また民間事業者による宅配サービス、こういったものが行われているようでございます。調査いたしましては、店舗までの移動が容易にできる生活環境の確保に向けまして、公共交通機関との連携協議を深め、バス路線のルート、あるいはダイヤの利便性の確保、コミュニティバス乗り合いタクシーの導入等々も含みまして、今後も努力検討してまいりたいというふうに考えております。次に5点目の高齢者の免許証返納への取り組みとの質問でございます。運転免許証の自主返納への取り組みといたしましては、平成24年10月より運転免許証自主返納に対する住民基本台帳カード、
交付手数料免除制度を設けているところでございます。制度の内容といたしましては、運転免許証を自主的に返納された65歳以上の方を対象といたしまして、身分証明書となる重機カードを希望される方に対しまして、無料での写真撮影及び重機カード発行手数料の免除という形で行っております。平成26年度中の運転免許証返納件数は、県下ではですね、2598件に上がっております。都立警察署管内で132件、そのうち長与町では54件となっておりまして、住民基本台帳カード交付手数料免除制度を利用された方は27件となっております。ただ住民基本台帳カード発行につきましては、今後もこのマイナンバー制度への移行ということになりますので、本年12月22日をもってカード発行の受付申請が終了するということになっております。ちょうどいたしましては、運転免許証の自主返納制度につきまして、警察など関係機関との連携いたしまして、周知を徹底してまいりたいというふうに考えております。続きまして、2番目、1点目の子どもの貧困対策の現状と課題というご質問でございます。子どもの貧困対策の現状と課題につきましては、子どもの貧困対策法が平成26年1月17日に施行され、同年8月に子どもの貧困対策に関する大綱が閣議決定をされております。教育支援、生活支援、就労支援、経済的支援、この4つの柱が示されておりまして、学習支援やスクールソーシャルワーカーの配置などの教育支援をはじめ、ハローワークと連携をいたしました就労支援、生活全般の相談に対する生活支援など各種事業を展開しているところでございますけれども、手当の拡充など経済的支援まで至っていないというのが現状でございます。国県におきましても政策課題が多々ある中で、十分な予算が確保できていないというのが現状ではないかというふうに認識しております。次に2点目の一人親家庭への支援につきましてのご質問でございますけれども、この児童扶養手当や医療費助成をはじめ、保育料等の負担軽減、また資格取得のための自立支援給付金や就労活動への支援など生活の安定自立のための相談援助を行っています。課題といたしましては、一人親家庭の中でも特に母子家庭におきまして、半分近い世帯で非正規雇用となっておりまして、ダブルワークなどで帰宅時間が遅いなど、各種相談事業に出向く時間が取れない実情があるようでございます。続きまして、3点目の乳幼児機能支援につきましてでございます。児童手当や医療費助成等をはじめ、妊娠期の段階から町では母子保健推進員の方々のご協力により全校訪問、これを行っておりまして、貧困等のリスクの高い世代の早い時期での発見並びに子どもの健康状態や発達の様子をチェックをいたしまして、栄養指導、養育支援など子どもの成長に影響が及ばないよう努めている次第でございます。次に5点目の医療費助成の現状につきましての質問でございます。乳幼児医療費助成に加えまして、一人親世代につきましても、親と子どもの両方の医療費助成を行っているところでございます。また生活保護世帯、それに準ずる世帯の児童生徒を対象に、虫歯や中耳炎など学習に支障が出る病気につきましては、児童生徒医療費助成制度の活用も行っておるところでございます。課題といたしましては、乳幼児医療費助成につきましては現物給付になっておりますけれども、1回につき800円、1月1600円の上限で自己負担があること、一人親世帯につきましては償還払いであることから、貧困世帯の子どもについて受診抑制となっていないか課題として認識をしております。以上でございます。
黒田教育長。カッコ4の小中学生の就学援助制度についてお答えします。経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して就学援助を行っております。認定基準といたしましては、生活保護法に規定する要保護者の児童生徒を要保護児童生徒として認定し、保護者が要保護者に準ずる程度に困窮している児童生徒を準要保護児童生徒として認定しております。就学援助費の費目につきましては、学用品費、新入学学用品費、修学旅行費、校外活動費、学校給食費、医療費を援助しており、このうち要保護児童生徒につきましては、生活保護による教育扶助に含まれない修学旅行費と医療費を教育委員会から援助しております。準要保護児童生徒につきましては、援助費目のすべてを援助しております。準要保護児童生徒につきましては、平成17年に国の補助が廃止されておりますけれども、廃止以前の制度と同等の就学援助制度を超単独で行っており、平成26年度は小中学校合わせて49名を要保護者児童生徒として認定し、43万5440円の援助、それから準要保護児童生徒につきましては479名を認定し、3556万527円を援助しております。今後も町内の子どもたちが均等に学習できる機会が保てるよう努めてまいります。以上でございます。はい、バギー議員。はい、それでは再質問の方に入りたいと思います。まず最初に生活交通確保の現状と課題で、路線バスは今のところ廃止もないし、充実してるんではないかというお話でございましたけれども、長与町町人仕事創生総合戦略にも掲げてありますように、路線バスの充実、コミュニティ交通の導入、公共交通の利用促進と鉄道の充実と4項目掲げられておりますけれども、この中でこの具体的にですね、今後進めていく中でどこを最初にというか優先順位がいろいろあるかと思うんですけれども、どこを進めていく予定なのかお伺いします。久保平企画課長。はい、路線バスにつきましてはですね、全国的な水準からいきますとさほど深刻な状況にはないというところは、町長の答弁にあったとおりでございます。ただ議員ご指摘のとおりですね、高齢化が今後進んでいくという中において、これまで利用し得た公共交通がですね、利用しづらくなるということも当然ございます。それと斜面地の問題、それと町内の長崎市方面は一定ですね、路線はダイヤは確保されておりますが、町内での移動がなかなか困難であるというご指摘を踏まえましてですね、やはり優先度としてはそのコミュニティバス等がですね、一番高いものと考えております。以上でございます。はい、バギー。はい、でコミュニティバスの分はもうちょっと先で質問したいと思うんですけれども、この生活交通確保の中で高齢者というところだけではなく、やはりこう車を運転しない人とか車の運転ができない人っていうのはやはりなかなかこう不便を感じておられるのではないかというのが、先ほど町長の答弁にもありましたように町民の意識調査では 24.1% ということになっていたかというふうに理解しておりますが、この高齢者というところに特化するわけではなくですね、足がこう、なんていうんですかね、生活なしに困っている方への対策としては、どのようなことを考えていらっしゃいますか。久保平企画課長。はい、高齢
齢者に限らずですね、免許をお持ちでない方、もしくは障害のをお持ちの方、もしまた妊娠されている方ですね、さまざまな方がいらっしゃいます。ですので、特定のですね、方にスポットを当てるということではなくてですね、やはり移動におきまして、利便性、もしくは移動が困難であると感じていらっしゃるような方に対するですね、一定のその行政サービスといたしまして、やはり全国的にコミュニティバス、あるいは乗り合いタクシー等が検討され、導入されてきているということがあると認識しております。以上でございます。はい、バギー。はい。それではやはりコミュニティバスが必要だということであろうかと思いますけれども、前回の議会でも質問が同僚議員から出ておりまして、早急に導入すると。しかしながら、このコミュニティバスの問題は、議会で取り上げた中を調べてみますと、平成17年3月議会からというふうに、約10年間経過しているという状況の中で、本当にこれが導入できるのかと思ってらっしゃるのか、そのあたりをお伺いします。久保平企画課長。はい、コミュニティバス、もしくはその町内で の, その移動の利便性確保に関しましてはですね、ずいぶん昔からですね、議論されてまいりました。で、私ちょっと資料を持ってきておるんですが、実はまずはコミュニティバスの導入に先立ちましてですね、路線バスのダイヤ、もしくはそのルートにおいて対応していただきたいということで、バス事業者とも繰り返しですね、協議をさせて、協議をしてまいったところでございます。で、実はですね、平成10年、11年、12年という、ずいぶん昔なんですが、バスの時刻表が手元にございます。で、事業者のにおかれましてもですね、地域住民の要請に応えてくださってですね、例えば町内循環線といったものをですね、一定走らせて、くださっております。以前は長与駅前にですね、大型のバスが止まっているという光景を目にされた方もいらっしゃると思います。長与町内線という名称でですね、バスの時刻表にも載っております。ただやはり走らせては見たもののなかなか利用していただけないという中で、やむなくですね、廃止せざるを得なかったというようなことがあろうかと思います。ですので、先ほどのですね、総合戦略の中にもございましたが、利用を促進という観点が今後は重要になってくるというふうに考えております。ですので、地域公共交通会議におきましてもですね、利用者代表という方に入っていただきます。それはやはり走らせるからにはですね、ぜひ利用していただきたいというところをですね、やはり地域の皆さんと行政が一体となって進めていく必要があるということを考えているところでございます。以上でございます。はい、バギン。利用促進をしていくということでしょうけれども、この10年間進まなかったものが、これから必要なのは必要だと思うんですね、とても必要なので、足の確保には必要だけれども、このコミュニティバスというところにすごくこだわっていると、成功事例もあるでしょうけれども、昨日の、同僚議員の質問の時にお答えがあったように、バスが必要であると、アンケートでは 90% 以上が答えますと。しかしながら、その走らせると空気を乗せたバスかと言われるほど、誰も乗っていないという現状だというのは認識されているところだと思います。そうした中で、このコミュニティバスというのにこだわる必要があるのか、もっとデマンド交通ですね、次のデマンド交通に向けて、もっと考えを変えていく必要があるのではないかと思っているんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。久保平企画課長。はい、デマンド型交通とですね、先ほどありましたが、路線定期型交通の違いは、予約があったときのみ運行するというのがデマンド型交通でございます。ある意味、その柔軟性が高いという表現もできると思います。
で、一般的にですね、人口集積の度合いが低く、住居が点在する地域をですね、路線、バス停をあらかじめ定めて、で一定の、そのダイヤで走らせる、路線定期型交通で対応しようとするとですね、要は冗長な運行ルートになると、なかなかそのバス停はあっても人が乗ってこないと、そういう実態が、ありまして、で、コミュニティバスがなかなかうまくいかない場合に、デマンド交通だったらうまくいくんではないかというような全国的な流れにあるようです。で、本庁の地域特性を見た場合ですね、非常にコンパクトの中に、人口密度は県下で、随一でございます。たくさん密集して住んでいらっしゃるという中においては、やはり、現実的な対応としては、デマンドではなくてですね、路線定期型の交通がふさわしいのではないかと、現状では、そういう考えを持っておりますが、当然両方の可能性をですね、踏まえながら今後検討していきたいと思います。で、もう一つ、この10年できなかったのがこの先できるのかというお話でございます。以前からの議論でございました、町内での移動にやはり交通結節点というのが大きな観点となってまいります。で、そこがそれがですね、えのきの花区画整理地域ですね、内に一定の結節点が想定されるということが一つ、それと高齢化がですね、加速的に進んできているということです。ですから10年前はなかなか利用していただけなかったけれども、仮に今同じルートで運行するとですね、それなりに利用していただけるのではないかと、そういったですね、高齢化の進展ということもですね、一定考慮すべきだと思います。以上でございます。はい、バギー。はい、それではそのコミュニティバスがいいということでありますので、それを運行予定はどこを目標に定めておられますでしょうか。久保平企画課長。はい、昨日からですね、地域公共交通会議という言葉が出ておりますが、道路運送法による会議でございます。で、この中でですね、運行形態であるとか、車両であるとか、運賃なども検討していくわけですが、皆さんに集まっていただいて、さあどうしましょうかというわけにはまいりません。ですので、行政の中で、私どもの方でですね、一定、住民の皆さんからのご意見も踏まえながらですね、想定をいたしまして、で、その妥当性をですね、その公共交通会議等で検討していただくということになります。で、国交省のですね、一般的なその、コミュニティバス等の導入にかかるですね、手順を示したものがございます。それによりますと、やはりですね、最初の白紙の段階からであると、やはり2、3年と、で、一定ですね、交通需要等の把握ができていると、その中で一定の想定ができている場合で、最短で約1年ということが想定をされておりますので、できるだけですね、早い段階で実現するよう努めてまいりたいと考えております。以上でございます。相葉議員。はい、再度質問させていただきますが、国の方針とか重々承知しているところでございますので、この長与町でいつを目標にしているかというのをお伺いしたいわけですよ。だから国はその2、3年をかけてって、1年後にはって言われているので、長与町として、先ほども言いました、人待ち仕事を創生にも挙げているわけですから、どこかに目標を置いていないと、この10年間できなかったけど、2、3年後できるかなではなくて、何年後に開始を目標としたいと。目標としてできるかどうかは別としてもですよ、目標がないと済まないんじゃないかということを懸念しているんですね。そこを一点だけ簡明に答えていただければと思います。あと企画部長。先ほどから総合戦略というお話がございますけれども、これにつきましては今年度から5年間ということでの目標として掲げておりますので、ただ5年後にやりますということではなくてですね、今課長の方からも答弁しました通り、
やるようによっては早く1年とかですね、そういったところでできるという、これは国がその期間でやりなさいということではなくてですね、標準的な期間としてそういった 2,3 年かかるものもあるというようなお話でございますので、5年間かけたいとは思っておりませんので、できるだけ早くやっていきたいとは思っております。以上です。相葉議員。はい、できるだけ早めの実現をお願いしたいというふうに思います。それではまたデマンド交通のところで、長与町の地域柄、合わないというようなお話ではありましたけれども、なかなかコミュニティバスも本当にこう赤字じゃなくやっていけるのかというところもありますので、新しいものとして、乗り合いタクシーとかはいろいろ言われてますけれども、その他に今デイケアとかデイサービスとか施設の送迎バスが朝に夕方にと走ってますし、幼稚園の送迎バスも朝に夕方にと走ってるかと思います。でそことの連携をするとか、いろんな、なんていうんですかね、法を超えなければならないことはたくさんあると思うんですけれども、そういう、こう新しい発想というのがですね、考えられないのかお伺いします。久保平企画課長。はい、おっしゃるようにですね、送迎バスですね、などを日中活用するというような発想も当然ございます。ただですね、やはり公共交通として、走らせるからにはですね、一定の安全性の確保というものがですね、求められるというところでございます。ですので、国としてはですね、原則として、バス事業者への委託を最優先で、検討をするべきであるというような方向性を示しております。それはやはり、安全性の問題、それと環境への負荷の問題、そういったところで、バス事業者においては、その部分でのですね、知見ノウハウがあるというところを踏まえての一定の方向性だというふうに考えております。以上でございます。相葉議員。はい、いろんな発想を取り入れてですね、その交通会議ですかね、その中でしていただければというふうに思います。そしてその次に、この買い物弱者なんですけれども、全国では600人と推定されたのが、また新しく全国で700万人いるんじゃないかというふうに出ております。でこの長与町で買い物弱者4万2千いくらの人口の中でどれくらいいると把握をされてますでしょうか。大津企画振興部入り。町内に買い物弱者の該当する方がどれぐらいいらっしゃるかということは、私どもの方では把握をいたしておりません。ただですね、この先ほど申しました、高齢社会白書、これはちょっと手元に私も持っていないんですが、ちょうどインターネット等をこう見ておりまして、そういう中の最新版の記事の中に、こういった、その700万という推計される、その、計算式といいますか、そういうものがちょっと若干掲載をされておりまして、その周囲1キロ以内に生活インフラ、いわゆる病院とか駅とか、そういったものがない、地域、の方々を推計した数字が700万人というふうに、されておるということでございます。果たしてそれをそのまま長井町に持ってきて、それが想定されるのが、されるのかなという中で、なかなかそういうものの推計は難しいということで、私どもの方としてしましてはですね、先ほど申しましたように推計はいたしておりません。以上でございます。相葉議員。はい、推計はできていないということですが、どれくらいこういらっしゃるかという把握が必要かなと思うんですね。なかなか数字とは難しいものなのかなと思うんですが、で先ほど答弁にありましたように、訪問介護とか家事援助を使って買い物弱者対策をしているということではありましたけれども、これは介護保険の範囲内と企業さんの宅配もあるかとは思いますが、
そうした中でですね、町としてのその買い物弱者と言われる方に、介護保険でしてるから十分なんだよっていうことであるのか、その他になんかこう買い物弱者の対策としては、5つ挙げられてるんですけど、これ長井町という意味じゃなくてですね、全体的なところで挙げられてるのは、家まで商品を届けるか、近くにお店を作るか、家から出かけやすくするか、コミュニティを形成するか、物流の改善効率化というようなものを改善すると買い物弱者の取り組みとしていいですよと言われてるんですけれども、その中で長与町ではどんな形でその取り組みをしたいと思われているのかお伺いします。企画振興部理事、長井町としての取り組みということでございますけれども、昨日からの、市街化、地域の活性化とか商店街の活性化とか、そういうものも含めましてですね、基本的には先ほど今議員が申された、まず近くに店を作る、そういったふうな、創業しやすい環境の整備、そういったものについては昨日申し上げましたように総合戦略にも挙げております。そういった中で取り組んでいって、空き店舗等を含めた近くに品物が揃った、店を誘導するとか、そういう取り組み、それから、3番目の家から出かけやすくするいうことについては、先ほどから出ておりますコミュニティバス、あるいは売り合いバス、そういう面からの進めていく、もう一点の 家まで商品を届ける、こういう部分については、そういった事業所の、いろんなその経営方針あるいは経営計画、これにつきましては、事業所の方でも十分検討していただいて、進めていただきたいというふうなことで、それに対するいろんな協力できるものについてはですね、当然協力をさせていただきたいと思いますが、これについて事業所の分についてはあくまでもこれは事業所の経営努力といいますか、そういうものを一番としてやっていただきたいというふうな基本的なことでお願いをしたいというふうに思っております。はい、バギー。はい、商業的なところはですね、本人の経営努力ももちろん必要でしょうけれども、行政としてもサポートしていただければというふうに思います。そして次にその免許証の自主返納なんですけれども、住基カードがなくなるのでマイナンバー制度に伴い、その後はその、返還することによる特典をいろいろつけてらっしゃる自治体も十分ご存知だと思いますので、その返したらこういう特典がありますよと、バスの割引とかタクシーの割引とかいろいろあると思うんですけれども、住基カードが今までありましたよと、これがなくなるに向けてどんなサービスを考えていらっしゃるかお伺いします。大津企画振興部理事、現在、行っておりますのは、先ほど申し上げました住基カード、この交付手数料あるいは写真撮影ということでございます。県内におけるその自治体による支援策というのは、私どもがちょっと調査をいたしましたところでは、この免許証、この同じような手数料免除、それ以外は、県内では内容でございますが、当然県外の他の地区によりましては、いろんなタクシー券あるいはバス回数券、そういった対応をされている自治体もあるようでございます。あとはもうタクシー協会の方が自主的に1割カット1割割引というふうなことで対応されているタクシー協会
県内のですね、そういうところもあるようでございます。それで今後の支援策としてどう考えているかということでございますが、今具体的にどうこうということを申し上げることはなかなか難しいということでございますが、何らかのですね、私もそういった、基本自主返納を基本として、ただ、それに自主返納をされた方に対して、長い間運転お疲れ様でございました、という何て言いますか、感謝の意味を込めまして、何らかのそういった支援策ができないかというのは十分検討させていただいて、その際にまたお願いをしてまいりたいというふうに思っております。以上でございます。相葉議員。はい、そうですね、やはりこう、返納したいけれども、やはり返納すると運転ができないので困るとか、先ほどの交通の足にも関わってはくるんですけれども、やはり何らかの対策を取って、交通事故が増えておりますので、それを減らすためにも必要かなというふうに思うんですね。やはりこう本当は返したいけど、周りからも危ないと言われてるけど、やっぱり動く手段がないというところでしてますし、特典が何かあればなというところで、よその件をこう調べてる方は、その物を購入したらそれを見せると自宅まで配送してくれますよとか、いろんな県外ではございますけれどもサービスもあるので、そういうのも研究していただいて、ぜひですね、長屋町にこう住み続けたいということで、人口減少の歯止めにもですねつながるかと思いますので、そのあたりを考えていただければというふうに思います。で、次の質問に入っていきたいというふうに思いますけれども、子どもの貧困対策ということで、子どもの貧困対策法が平成26年に決まっておりまして、その第4条に地方自治体の責務というのが掲げられているかと思います。その責務について、長与町ではその対策法を踏まえてどのように取り組みたいと考えているのかお伺いします。村田福祉課長。はい、回答いたします。まずは一番はまず貧困に陥っている子どもさんの早期発見が最優先だというふうに思っております。で、今までは相談というのはこう来る方をこう受ける側ということでしているところが多かったのかなと思っているんですけれども、現在では早期発見のためにですね、子どもさんのいる世帯をなるべく全戸訪問をということで、これは以前から行っておりましたけれども母子世帯推進さんによる全戸訪問を行っております。これが妊娠期に1回、出生時に1回、1歳になった時に1回、そしてまた2歳になった時に1回と、子どもさんの乳幼児期につきましては4回ですね、全戸訪問を行いまして、実際にご自宅の方に伺いますので、そこの世帯の家庭状況であるとか、子どもさんの養育の状況であるとか、まずはそういうところを見ていきながら、リスクの高い世帯がどこかなというところを発見をして、発見した際はですね、いろんな福祉のサービス制度がございますので、そちらの方につなぐようにしておるところです。相葉議員。はい、訪問は積極的に行われているということですので、ぜひ早期発見、早期支援にですねつながるように今後も見ていただければと思います。で、その中で先ほどお話もあったかと思うんですが、生活困窮者自立支援制度の中での子ども学習支援や就労準備支援事業が任意の事業というふうになっているかと思います。そのあたりも取り組んでいきたいというお話であったと思いますけれども、そのあたりの具体的なところがあれば教えてください。村田福祉課長。生活困窮者の自立支援法が今年の4月1日から本格施行されました。これの実施主体は県の方の長与町でいうところの正規福祉事務所さんが実施主体で、町の社会福祉協議会が委託を受けて実施をしているところです。今現在は任意事業というのはやっていないんですけれども、4月入ってすぐですね、所長さんとですね、学習支援をまず取り組みたいねということでお話をさせていただいているところです。
実際長与町でこれはもうボランティアの団体の方なんですけれども、数年前から学習支援ボランティアということで取り組みをしていただいております。現在も継続して来られている子どもさんが6名ほどいらっしゃるんですけれども、学校を引退された先生方がメインになってですね、あと大学の学生さんがボランティアで学習支援をしていただいているところなんですけれども、地域福祉ボランティア基金というのもありまして、以前は女性等も行っていたんですけれども、実施主体がボランティアさんというところで1回亡くなって、また昨年から復活して始まっているところなんですけれども、やはり行政の方もですね、学習支援というのが子どもさんの貧困の連鎖を断ち切るには一番の優先課題ではないかなということで、どのようにすれば一番有効にできるのかなというところで検討はしているところなんですけれども、実際に事業の実施までは至ってないんですが、今年度中に何とかできないかなというところで協議はしているんですけれども、今のところ実現には至っていない状況にあります。相葉議員。はい、ぜひ今年度中に実施できるといいなと思います。で、次にですね、ひとり親家庭の支援のところなんですけれども、ひとり親の方が困窮しているっていうのが 54.6% というところで、かなり多い数字かと思います。で、その中で、ひとり親の方にちょっとお話をいただいたときにですね、お金が必要なときに貸付制度がありはするんですが、連帯保証人が必要だというところで、なかなか保証人の方にお願いするまでの時間もないですし、そうではなくて、少しの金額なので、身分証明書かなんかで貸していただけるような制度はないかということも何回となくお話をいただいたんですけれども、そのあたりはどのように考えられてますか。村田副社長。はい、貸付制度の件なんですけれども、確かに母子相談自立支援相談員さんがいらっしゃるんですけれども、貸付の件数がなかなか伸びないと。やはりその要因には連帯保証人さんが2人必要であったりとか、お願いをするお母さんお父さんがも年齢的に対象に連帯保証人になっていただけないところとかありまして、なんとかこの貸し付けがもっとスムーズにできないかなというところで検討はしているところです。例えば一人の連帯保証人でできないかなということはお話はさせていただいているところです。相葉議員。はい、そうですね、ぜひその連帯保証人を減らしてより借りやすいというかですね、していただければ。それがなぜかというと、その母子家庭でいらっしゃいまして、就職したいということで就労の相談に来られるんだけれども、面接に行くのにですね、履いていく靴がないとかですね、そういう細かいところもかなりあるのでですね、きめ細かい支援が必要かと思うんですね。で、高額借りると返せないからやっぱり借りたくないとも言われるので、ぜひその何て言うんですかね、現状に合った貸し付けを考えていっていただければなというふうに思います。そしてもう一点、その一人親の方がやはり住居費っていうのがかなりいろんなところでかかるのが、それが負担になっているっていうお話も聞いて、長屋町の町営住宅に優先入居がないのかなっていうところをお伺いしたいと思います。森建設部長。町営住宅のその優先というのは今のところございません。相葉議員。はい、子どもの貧困、子育てを応援するという面からはそういう面も考えていただけないかなと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。森建設部長。公営住宅に入られる方は貧困の方ということで、そういう、位置づけで入居していただいてますので、そういうようなことでですね、一個につき大体十何人とかそういう応募者がございます。それで公開で抽選をして入っていただいてます。その、貧困の方を優先にということで募集をしてますので、募集をされる方は貧困な方だということを認識しております。以上です。
はい、あ、鈴木副町長。今のちょっとあの部長の答弁で、その低所得者対策ということで、あの町営住宅等とあります。貧困ではございませんので、そこだけちょっと訂正させていただきます。相葉議員。はい、まあ、低所得者対策でされてるけれども、それで、まあ、よりその一人親家庭の方にもっとこう支援をしてほしいということで、ちょっとお願いをしたところでございますので、まあ、皆さんが平等にっていうのは分かりますけれども、何をもって公平公正かっていうのは、ちょっと考えていただくと嬉しいかなというふうに思います。それではその乳幼児期の支援ということで、先ほどまあやはり早期発見のために栄養の改善とかいろんな形で支援をしていくのが必要だということは言われてたと思うんですけれども、そうするとやはり乳幼児期ということですので、まああの保育所に預けてらっしゃる方が多いかと思うんですね。そしたら保育所でもこうそれをより気づくということが必要かと思うんですけれども、そのあたりは保育所へのこう、まあ、指導ではないですけれども、なんかこう気づいたらご連絡をとかいうのがあるのか教えてください。村田福祉課長。はい、あの定期的に延長会議等も行っているところなんですけれども、あと、まあ、一人親であったりとか、生活困窮であったりとか、気になる子どもさんについてはですね、いずれも連絡をしていただくようになっております。で、まあ、乳幼児期というのはあの、まあ、いろんな体験とか経験を積まなければいけない時期でもありますので、まあ、そこの世帯に限らず、すべての子どもさんがですね、あのいろんなこう失敗談とか成功体験とかしていただいて、子どもにとってこうありのままの自分をこう受け入れてくれる大人っていう存在が必要ではないかなというふうに思っておりますので、そのあたりはあの保育園の方はですね、しっかりあの受け止めて行っていただいているというふうに思っております。相葉議員。はい、ぜひですね、支援をしていただいて、やはりその子どもの頃がですね、一番それがまあこの後の人生に、ね、影響するかというふうに思いますので、お願いしたいと思います。そして次に、この小中学生の就学援助制度ということで、あの準養保護世帯が市町村で認定するということで、まあ、あの全国的と同じ基準で続いていらっしゃるということで、理解したんですけれども、このまあ申請というのが、なかなかこの申請主義というところで、ご家族が申請しないと保護にならないというようなお話を聞いておりますけれども、その困っている人にこそこう情報がなんか伝わりにくいと、なかなかその情報を得る時間もないですし、余裕があるといろんなところから情報が入ってくるんですけれども、こう一生懸命働いて、なかなかですね、その情報が入ってこないというところで、この申請できますよっていうのをやはり学校で、まあ、先生方もかなりお忙しいと思うんですけれども伝えていくということが、まあ、保護者にですねこうお話をする機会に伝えていくことも必要かなと思うんですけれども、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。青田教育総務課長。今あの就学援助の申請につきましては、新入学生については入学式後に案内を配布して全員に配布しております。あと小学校の1年生から5年生、中学の 1,2 年生在学されている方については3学期に全員に配布をしております。あとあの子育て支援ガイドブック大きくなれの方にも掲載しておりますし、今年度から町のホームページの方でも周知をしております。以上です。飛田教育次長。あの先ほどの PR 的なことになりますけども、児童扶養手当を宿舎課の方にですね申請をしていただいた時点でですね、そういうものの、あの案内もですね、お願いをしているところでございます。以上でございます。黒田教育長。はい、あのたくさんあるんですけども、例えばですね、給食費の未納の場合にはこういうふうな準用保護の制度もありますよということを校長がですね、学校が子どもあの家庭にあの知らせてですね、その結果手続きされて基準に合致したら、納められるようになったということで、これによってですね、随分未納がですね、減ってまいりました。相葉議員。はい、そうですね、皆さんにあの詳しくお答えいただいて
おっしゃるようにそう連携を、ね、取っていったらいいのかなと思ってましたので、すごくその未納とかいうところから連携が取れているということでありますので、まあ、いろんな形でですね、やはり学校でこう気づくこと、ご家庭で気づくこともあるでしょうし、こうご家庭でなかなか言えない、子どもさんにもちろん親御さんも言えないでしょうし、そういうこともあるので、ぜひお願いしたいなと思います。そして最後にこの医療費の助成のところなんですけれども、いろんな形で今、助成をされているということですが、まあ、18歳になったときに多分それが終わるんですよね。そうしたときに、今はやはり、高校から専門学校や大学へと行かれるところで、母子家庭のお母さん方はそこが一番苦しいと言われているんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。村田福祉課長。そうですね、18歳を過ぎてまだ高校生の方にはですね、20歳まで支援はしているところなんですけれども、ちょっと大学生まではまだ対象とはなっていないところです。安倍議員。今後ですね、なんか政策の中で拡充していただければなというふうに思います。やはり子どもさんがこの、ね、生まれ育った環境で左右されることはあっては絶対にならないというふうに思っておりますので、まあ、子どもに優しいまちづくり、そして高齢者から見ると高齢者に優しいまちづくり、両方の観点からですね、ぜひ幸福度日本一のまちになるように願っております。これで質問を終わります。場内の時計で10時45分まで休憩いたします。考え方です。こっちこっち。